どんどん集まっていただきたいなと思います。フリーダンスのコーナーよっちょりとリアスカラクターをここで、やりたいと思いますので、ぜひとも、お集まりいただきたいなと思います。集まれね、荷物置き場用意してありますのでね、後ろにね置いて、このせっかくだから混ざってほしいなと思います。初めてです、あの荷物置き場作ったっていうのえ、どんどん来てください。あれ曲がかかってるね、途中では構いませんのでね、よっちょれと矢坂秋田という曲に混ざってほしいなと思います。では始めましょうか、いよいよ始めたいと思います。フリーランスよっちょれ構え、拍手ありがとうございます。それやそれやそれや
まずはね、よくそれという曲をお送りします。さて、続きましてこのフリーダンスのコーナー、宮坂秋田、出ました宮坂秋田のコーナーがありました。何を隠そうね、この宮坂秋田という曲の踊りをですね作ったのがここにいる2人なんです。実はなんともね、この2人なんです。しかも兄弟なんです。ここ兄弟なんです。似てないんですけどね、兄弟なんです。しかも兄と妹、兄と妹ね、兄39歳、4つ下の妹こんな感じでね、やっておりますけどね。この宮坂秋田っていうのはね、宮坂っていうのは、未来永劫とかね、そういう、意味合いを持つ言葉でございます。この未来永劫、このやとせがね、まず21回も続いたと。ますますね、このやとせ秋田祭りが活躍して、この活動がね、できるようにするためには、お客様のね、たくさんの力とか、そっちの一つにね、元気、そういうのが必要になってきます。次の曲の宮坂秋田ではね、途中に宮坂さっさっていう言葉がありますのでね、お客さんに振ります。そこで宮坂さっさと、ぜひとも言っていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではちょうど時間となりました。宮坂秋田構え、拍手ありがとうございますそうそうそう、come on.
はい、皆さん、給水を。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ちょっと連絡させてください。はい、落とし物です。多分これ、チーム関係者ですね。かんざし、届いております。花柄のキーホルダーかな。キーホルダーみたいなのがついてる。失礼しました。花柄のキーホルダーがついてるんですね。かんざし、届いております。あと、これ多分水筒の上じゃないかな。青い、キャップの、青いキャップのが続いて、が届いております。水筒のキャップない。かんざし落としたという方、大町のホームでお預かり しておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、行きましょう。行けばなめなの。